岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールで打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている太田。藤井、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球狙って空振りです。スピードボールを持っています。引っ張った、サード取った、アウト。ここは送球、最初は変化球できました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートが構えます。激しい相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球時ファウルグラウンドへ、はいです。大城抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは高橋、そしてキャッチャーは大城。打った、伸びていく、どうぞ。ボール際切れました、はい、切れば先制というところでした。2球目は何で来るか。2球目打ちました、伸びていく、と入った。カープ初球は何から入ってくるか。高め打ちました、大城よく間に合いました。ファインプレイ、打順は4番前田、ツーアウトになっています。さあまず1球目、はい、最初は変化球持ってきました、ストライクです。インコース詰まりました、ここはフライになって、試合は最終回まで来ました。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは4番岡本。カープ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。打ちました、取りました、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の紅林。藤井、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、初球ボール。改めてお聞きしますが、バッターボックスの紅林、どういうバッティングスタイルなのか。打ちました、ショートが取る、ツーアウトになりました。バッターは6番吉岡、ツーアウトランナーありません。バッターボックスには代打の中田、ツーアウトランナーありません。打った、大きな打球になった、伸びる、ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球、見事起用。さあそして打席には今宮が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。とりあえずなんとか同点しないといけませんから、ここは繋いでほしいですね。なるほど、そうですね。インサイド打った、切りました、ファウルボール。